丹波篠山ひなたファームさんにやってきました。はい、ひなたファームさんでございます。今ちょうど収穫の時期でございまして、黒豆さんがいっぱい入れてます。ひなたファームさんにやってきました。ひなたファームの杉尾です。杉尾さんです。ていうか初めてなんですけど、はい、あのインスタから、黒豆のことでいろいろとこうあのメッセージいただきまして来させていただきまして本当にありがとうございます。で今ちょうど収穫の時期ですね。今皆さんはどちらへ？皆さんがあのお昼ご飯で、あ、はい、今向こうはご飯食べてます。あ、そうなんですか。はい、1時ぐらいもう30分ほど出てくるんですけど、黒豆の解禁っていつぐらいかな？いつもは10月の5日なんですけど、うん、今年は台風とか真夏の暑さの影響で2日伸びて10月7日になりました。そうなんや。なんかもう全国から買いに行って。そうですね、結構まあ京阪神が多いんですけど、うん、通販の求めは日本中ですよね。そうですよね。ね、ご近所から来た。ご近所から。泉の。泉分、あ、さっきのことですよね。さっきのこと。でもあのインスタからこうやってつながって、あのたまたまお留守の時に私が来て、その日のタファームさんの看板の前で撮ってたら、で黒豆を頑張って炊いてたらちょっとシワがいったと。っていうことで、あのメッセージいただいて、あっちゃんの腕じゃないよって、お豆さんが悪いんじゃないのっていうことでいただいてからの、あの初の今日は共演となりました。もう2年か3年ぐらいありますけど、いや本当に嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのまたこれを機にぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ほんま欲しいところとしては 1キロ欲しいんですよ、枝一つで。こうやってね、やっぱ美味しかったでとか言っていただける声があるから、また来年頑張ろうっていう。飾っていただけるそうです。ありがとうございます。バイバーイ。はい、お蕎麦を食べに来ましたが、ここへ来ましたけど、ちょっと後ろの看板を見てください。本日終了しました。とさ、お蕎麦屋さん終了してました。お蕎麦屋さん終了、残念。何立ち寄りました。栗いっぱい、やっぱ丹波の栗ね、すごいですね。ね、お母さん味がいいからね、食べてみてください。特大で、利平さんが一番美味しいね。利平さんが一番美味しい。熊本の利平さん。すごいね、やっぱ丹波言うたら栗で黒豆やもんな。ありがとう、お気に。ありがとうございました。はい、ここにも寄りました。はい。けども終了しそうです。5時で終わりみたいです。でもちょっと行ってきます。いっぱいあるから、丹波のものとかいっぱいあるわ。こんな感じでもうレートの車どこで桃田の光が鳴ってます。丹波の街も日が暮れてきました、楽しい時間もありがとうございます。丹波に帰ってきたいと思います。丹波最高。Thank you.